じゃあ、英語表現100個、音読していいいきたいと思います。この「こんにちは」からね一緒に声に出して読みましょう。123。「こんにちは」「Hello」「さようなら」「Goodbye」「おはよう」「Good morning」「こんばんは」「Good evening」「おやすみなさい」「Goodnight」これ簡単すぎるとは思いますけれども大人の方もみんなもう一回繰り返し言ってくださいね。 英語がなんとなく日本語よりもしゃ,べらしゃべれないって思うのは、日本語よりも繰り返しが少ないからです。例えば、ありがとうっていうのを日本人だったらもうだいぶ言ってますよね。特に大人だったらもう何万回言ってるかわかりませんよね。で、英語でサンキューっていうのはどのくらい言ったでしょうかその多分10分の1、もしくは100分の1、1000分の1かもしれない。それでネイティブと同じように自然に英語が出てくるようにしろって、それは無理ですよね、結局ね。 だから、こんな簡単なものでも繰り返すこと、これが大切なんです。そうすると、実は、それがもっと難しいものが出てきたときに、簡単な部分はもう空気のようになっていて、考える必要はないわけですよね。あの反射的に動きますから、体が。だから、難しい部分だけピックアップして脳が処理しますから、すごく余裕が出てくるわけです。そそししてその難しい表現も何万回。 何十万回って繰り返すことによって何にも考えなくても分かるようになってくる。例えば、何々ということになるとっていうと、英語では when it comes to って言うんですけど、when it comes to って言うと、え、何言ってるのか分かんないと思うかもしれませんが、私の頭の中ではこれ一語なんです。when it comes to なんですけれども、when it comes to なんです。で、私の言い方は when it comes to なんですけど、外人さんによっては違う言い方しますよね。 When it comes to て言うかもしれません。同じかな <laughs> でそ。そういうものをもう本当にたくさん経験することによって聞くことも喋ることもできるわけです。ですから、こんな簡単などういたしまして、You're welcome. すみません、excuse me, excuse me 私ももう何万回言ったでしょうか。でも、まだ足りません。同じことをこんな簡単な、I'm sorry とかね、何十万回も言っていいんです。 ガイデンさんよりもこれをたくさんあの、ネイティブよりもたくさん言えば、ネイティブよりも上手な発音、ネイティブよりも早く喋れるようになることもか可能ですよね。じゃあ、ごめんなさい。言げていきましょうね。ごめんなさい。I'm sorry. はい。Yes. いいえ。No. お願いします。Please. 大丈夫です。It's okay. わかりません。I don't understand. 助けてください。Help me. 名前は何ですか What is your name? 私の名前は何々です。My name is. お元気ですか ?How are you? 元気です。I'm fine. 何時ですか ?What time is it? これは何ですか ?What is this? いくらですか ?How much is it? どこですか ?Where is it? え、行きたいです。I want to go to。を探しています。I'm looking for. トイレはどこですか Where is the bathroom? 水をください。Please give me water. おください。Please give me. どうぞ。Here you go. 行ってきます。I'm leaving. 行ってらっしゃい。Have a good day. ただいま。I'm home. お帰りなさい。Welcome back. いただきます。Let's eat. ごちそうさまでした。Thank you for the m e a l がんばって。d o your best. よろしくお願いします。Nice、to meet you. おめでとう。Congratulations。お誕生日おめでとう。Happy birthday. 良い一日を。Have a nice day. またね。See you later. また明日。See you tomorrow. 良い週末を。Have a good weekend. 気をつけて。Take care. お久しぶりです。Long time no see. お会いできて嬉しいです。Nice to meet you. 楽しみにしています。I'm looking forward to it. どう思いますか ?What do you think? わかりました。I understand. ちょっと待ってください。Please wait a moment. 手伝ってくれますか ?Can you help me? ゆっくり話してください。Please speak slowly. もう一度お願いします。Please say it again. もちろん、of course。わかりましたか ?Do you understand? 質問があります。 Have a, I have a question. 英語が話せますか ?Can you speak English? 少し話せます。I can speak a little. 何をしているのですか ?What are you doing? 何が好きですか ?What do you like? 趣味は何ですか ?What is your hobby? どこに住んでいますか ?Where do you live? から来ました。I'm from。結婚していますか ?I married? 子供はいますか ?Do you have children? 兄弟はいますか ?Do you have siblings? どのくらいですか ?How long? 何回 ?How many t i m e s いつ w h e n どのように ?How? どちらが好きですか ?Which do you like? したことがありますか ?Have you ever? することができますか ?Can you? しなければならない ?I have to。してもいい いいですか may I? していただけますか ?could you please? どうすればいいですか ?what should I do? どのくらいの頻度で ?how often? 何が起こったのですか ?what happened? 誰が ?who? 誰と ?with whom? なぜ ?why? どこで ?where? いくつ ?how many? いくつか ?some たくさん ?a lot 少し、a little。どのように思いますか ?How do you feel? なんとなく、just because 今、now。後で、later。すぐに、soon。今日、today。明日、tomorrow。昨日、yesterday。毎日、everyday。時々、sometimes。いつも、always。決して、never。 と一緒に together with